どうもお久しぶりです、ポールです。最近動画投稿の感覚が空きすぎていて、もう毎回お久しぶりの状態なんで、もう挨拶の定型文に入れちゃってもいいんじゃねえかと思ってる次第でございます。まあ、国内の地方大会も活発化してきていますし、来週からジュニアグランプリシリーズも始まってくるといった感じなんですけれども、どうですかね、まあ、ぼちぼち本格的なシーズン入ってきたなというように感じてはいるんですけれども、まあ、皆様いかがお過ごしでしょうか。本当にね、動画投稿全然できていなかったんですけれども、シーズン近づくにつれて動画投稿いろいろしていきたいなっていうね、まあ、欲求も高まってきたところでありますんで、まあ、この辺でエンジンかけていこうかなという意味でも、軽い近況報告がてらの一本というところで動画上げてみようかと思った次第です。まあ、せっかくなんでフィギュアスケートに絡めたお話とかいろいろしていければと思いますので、軽い雑談動画として、まあ、少しばかりお付き合いいただければと思います。前回動画投稿したのが世界フィギュアの時以来ですので、もう5ヶ月も前の話になってくるんですよね。で、まあ、この間に宇野選手がプロに転向したり、まあ、フィギュアスケートのルール改正があってバックフリップの解禁が決まったりとか、あとは北京オリンピックの団体戦のメダルようやく授与されましたね。あとは毎年恒例の大会になっていたジャパンオープンが、まあ、今年は残念ながら中止になってしまったりと、まあ、ざっと挙げてみただけでも結構こういろんなことがあったんですよね。まあ、僕自身もちょくちょくヤフーニュースとかで情報を仕入れたり、知り合いからいろいろ教えてもらったりといった感じで、フィギュア関連の情報をね、まあ、完全に遮断してたわけではなかったんですけれども、昔みたいに X、旧 Twitter にかじりついて情報をインプットするみたいなことが最近少なくなってきておりまして、まあ、ちょっとね、現環境に疎いなという状況になってしまってます。ちょっと話はそれるんですけれども、ここ1年くらいかな、 Twitter が X になって、でその X の仕様っていうのもここ1年ぐらいでめちゃくちゃ変わってるじゃないですか。これまでは、まあ、おすすめ欄とかを見ていると、かなりフィギュアスケートに関する有益な情報っていうのが、まあ、僕のタイムライン上にしっかり流れてきてくれてはいたんですけれども、ほんとね、ここしばらく X なんかすごい、まあ具合が悪いというか、あんまり見てて気分良くないなみたいなポストがものすごく流れてくるようになっちゃったので、なんか X 見るのが嫌になったんですよね。本当に以前に比べて X を見てる時間が明らかに減った気がする。まあ、なんかその辺も相まって、まあ、情報感度が著しく下がったような気はしてるんですけれどもね、まあ、なんか X の使用を本当どうにかしてもらえませんかねっていうような感じなんですけれども、話を戻しまして、まあ、そんな感じでフィギュアスケートに関するニュースっていうのはちらっと横目で見る程度の、まあ、そんな距離感だったんですけれども、ちょうどねこの動画を作り始める前あたりですかね、あのヤフーニュース見てたんですけれども、なんかあれですよね、今度の9月中旬頃に行われるロンバルディア杯のエントリーがパーッと出てたんですけれども、なんかすごいことなってますよね。男子は鍵山選手、三浦選手、佐藤選手、まあ、ここに加えて世界チャンピオンのマリニン選手、まあ、女子もね坂本選手と渡辺選手っていうところで、かなり豪華なメンバーが揃っておりまして、ちょっとねさすがにこれは僕も追っかけたいなというふうには思ってる次第です。まあ、もちろんこのロンバルディア杯だけではなくても、まあ、それ以外でも面白そうな試合ですとか、まあ、ニュースっていろいろあったかなと思うんですけれども、まあ、よかったらね多分皆さんの方が明らかに詳しいと思いますんで、いろいろとコメント欄でご教示いただければなというふうに思います。話は変わりまして、ちょうど1週間くらい前にディズニーオンアイス見に行ってきたんですよ。確か自分が小学生の低学年くらいだったかなと記憶してるんですけれども、まあ1回見に行ったことがあって、なんで数十年ぶりにディズニーオンアイス見に行ってきたわけなんですけれども、結論めちゃくちゃ楽しかったですね。ショーが始まる30分くらい前に着きまして、まああの館内で売ってたポップコーン食べながら待ってたんですけれども、開幕の確か15分くらい前に2人のキャストさんがまあ滑り始めていて、なんか片方はシングルアクセル確かね連続15回くらい飛んでくれて成功させてみたいな、
のを見せてくれて、なんかもう一人は一生ブーメランを空中に投げて遊んではいたんですけれども、まあ、そんな感じでショーが始まる前からすごいこうワクワクさせられての、本ちゃんのショーがその後始まったんですけれども、ものすごい迫力あったんですよね。僕が座ってたところなんですけれども、2階席のかなり後ろの方、まあ、なんだったらほぼほぼ最後尾なんじゃないかっていうくらいのところに座ってたんですけれども、それでも十分すぎるぐらいに楽しめましたよ。こういう10人とか20人とかのそのグループ演技とかって、別にアリーナの最前列じゃなくても、なんかこうリンク全体を見渡せるようなスタンド席とかでも、あ、十分楽しめるんだなっていうような発見がありました。そうですね、まあ、ショーの中で印象に残ってるところでいくと、リトルマーメイドの時にヒロインのアリエル、まあ、もちろん良かったんですけれども、なんかそこと一緒に出てくる黄色と青の魚フランダーっていう魚がいるんですけれども、個人的にフランダーが結構、まあ、壺に入ったというか、まあ、印象的で、ちょっとめたい話にはなるんですけど、まあ、魚の着ぐるみですので、しかも結構大きいんですよ。で、まあ、すごいこうバランス取りにくそうな着ぐるみにはなってはいたんですけれども、それを感じさせないと言いますか、結構こうね、着ぐるみの方が無駄にでかいんで、そっちに目が行きがちだったんですけれども、足元をよくよく見てみると結構テクイことやってたんですよね。しれっとイーグルとかやってたりして、あんだけ視界もバランスもクソほど悪そうなのによくできるなっていう風にね、まあさすがプロだなと思いながら見ておりました。そうだな、まあ、あとは美女と野獣の演目もあったんですけれども、ガストンっていう悪役がいるんですよ。でそのガストンがバカでかいダブルアクセルを成功させてたんですけれども、多分僕が見てた回だと一番難しいジャンプがそのガストンのダブルアクセルだったかなと記憶しています。すごい大柄なキャストの方だったんですけれども、迫力すごかったですよ。まあ、もちろんそこ以外にも、まあ、小道具大道具を使ったショーならではの演技っていうのも見ることができましたし、すごく良かったですね。まあ、家族みんなが楽しめるショーっていうところでね、個人的にはディズニーオンアイス超おすすめでした。実は今年の6月から新しい会社で働き始めております。まあ、いわゆる転職ってやつですね。さらに言うと2022年の年末にも1回転職してたんですよ。まあ、いろいろ訳ありまして、まあ、再度転職するに至ったといった感じでございます。転職活動してる時に改めて思ったんですけれども、面接とかあるわけじゃないですか。あとは履歴書のその趣味特技の欄にやっぱり僕フィギュアスケートって書いてるんですよ。フィギュアスケートを十数年やってましたみたいな、まあ、やっぱりそこの食いつきって異常にいいんですよね。そこそこ見聞きするけれども、実際周りでやってる人いないっていうスポーツの筆頭格だと思うんですけれども、フィギュアスケートって、まあ、なんかその辺すごくいいフックになってるなと、まあ、引退してから、まあ、特に思いますね。初対面の人に自己紹介する時でも、実はフィギュアスケートやってたんですよ、そうなんですかみたいな感じで、まあ、大体驚かれるんで、まあ、学生時代ねフィギュアスケートやってましたっていう話は一生擦れそうだなと思ってるところです。でですね、前の会社と今の会社、まあ、両方ともそうなんですけれども、ありがたいことに今 YouTube 関連の、まあ、動画制作ですとかチャンネル運営に関わるお仕事っていうのをさせてもらっております。このチャンネルが2020年の確か4月末か5月くらいにチャンネルを作って動画投稿を始めてっていうところからの始まりだったんですけれども、まあ、そこから紆余曲折あって、まあ、チャンネルも大きくなって動画も投稿活動を続けていって、まあ、気づいたらそれが本業のお仕事に、フィギュアスケート関連の仕事してるわけじゃないんですけれども、まあ、これまでやってきた YouTube っていうところが、まあ、仕事になったっていうところが、まあ、なんかすごい話だなというのを今改めて思っております。まあ、こんな感じで突如浮上したり、まあ、なんかまた音信不通になったりみたいな感じではあるものの、まあ、ここまで続けてこれたのは一重にね、見てくださってる方ですとか、あとはチャンネル登録してくださってる方のおかげだと思っております。本当にいつもありがとうございます。新卒の頃はね、学生時代フィギュアスケートやってたことって別に社会人になって何も役に立ってねえじゃねえかとめちゃくちゃ思ってはいたんですけれども、まあ、今現在はですね、フィギュアスケートをやってたっていう経験をもとに、まあ、YouTube 始めるっていう、まあ、土地狂ったことをやってるんですけれども、まあ、それが本業のお仕事になったっていうところで、まあ本当に回り回ってスケートやってた経験っていうのがなんかこういう形で結びついてるっていうのはなんかすごく面白いなと思っています。
もうこんな形で、まあ、仕事の役に立ってくるなんて現役の頃1ミリも思ってなかったですからね。まあ、今の職場は割とプライベートの時間も確保しやすくはなったので、まあ、これからは動画投稿、まあ、ちょっとやりやすくなるのかなとは思っております。ということで、まあ、今後はね、もうちょっと投稿頻度を上げられるように頑張っていければなと思います。まったり暇な時にっていうような温度感だと、このクソ重い腰が上がることなかったんで、もうちょっとね、ちゃんと動画投稿しようっていうような、まあ、気持ちも入れつつ、実際熱量上がってきてるので、いろいろ頑張れたらなと思っている次第です。今後もね、引き続き試合後の感想動画とかは投稿しつつ、過去の動画のリメイクもぼちぼち作っていいかなと思っていて、まあ、ルールだったりとか点数に関する話とかって今現在新しいルールになって点数とかもねもろもろ変わってきてたりするんで、まあ、その辺も今基準で、まあ、新しく作り直して、まあ昔の動画なんで、すごいクオリティ低かったものばっかりなんでね、別に今もクオリティ高いわけじゃないですけれども、まあ、もうちょっとね昔よりも、まあ、より動画として、まあ、見やすく面白くみたいな感じの動画を作れたらなと思ってる次第です。まあ、あとは今後の目標なんですけれども、そう、動画投稿をやっていく上で、やっぱり目標あった方がいいなっていうところで、まあ、わかりやすいところでいくと、登録者1万人は目指したいなというふうに思っております。今ね、登録者が6880人、90人近くまでいらっしゃるんで、とはいえ1万人ってまだまだ先は遠いっちゃ遠いんですけれども、今シーズン中に行けるかな、せっかくなんでね、頑張っていこうと思っておりますので、まあ、応援してやってもいいかなっていう方は、まあ、今後もねフィギュアスケートに関する動画をいろいろアップしていければと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。励みになります。まあ、思い返せば自分がフィギュアスケート現役でやってた時も、まあ、次はフリーで何点取りたい、ショートで何点取りたい、まあ、大会でこんな順位取りたいみたいなね目標っていうのをしっかり掲げてそこに向けて取り組んでいた時の方がパフォーマンスが良かったというか、なんか漠然とダラダラやってる時よりもちゃんと中身が伴ってた気がするんで、まあ、ちょっとその辺も目標しっかりね自分の中で頭に置いておきながら活動頑張っていければと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。